はい、皆さんこんにちは、マンダリグリフィッシュです。では今回はアーツオーバーヤホー日本民主化続きをプレイしていきたいと思います。前回は軍政権を打倒して、民主主義の国を作ろうということで、内戦が起きましたが無事に民主化することに成功しています。現在は片山哲さんが首相という位置づけになっています。片山さんは実際に、ね、戦後に、総理大臣を務めた方でもありますし、この、ね、片山さんの下で、民主国家日本として、この第二次世界大戦期をなんとかね、生き抜いていきたいというふうに思っています。でまずはですね、内戦によって兵力を著しく消耗していますので、しっかりと軍の再建、海軍、陸軍中心に行っていきたいと思います。民主化したからといって戦争しない国というわけではありませんからね。軍国主義ではないというだけで、この後どうあがいたとしても世界は大戦へと発展していくと思いますので、その大戦の中で民主国家としてしっかりポジショニングしていければいいのかなと思います。では早速ですね、軍の再建と、あと政治ポイントなんかを使いながらですね、時間を進めていきたいと思います。ではまず日本は海軍国家であることに変わりはありませんので、いくつか交渉を作れます。研究として、研究というか、枠として。で一つが呉、これは主力艦、主に戦艦とか従順とかですかね、このあたりにボーナスがかかっていきます。太平洋艦隊に関してはこれ完全に空母ですね。あと舞鶴、これは航続距離とかが伸びるような内容になります。あと最後に佐世保ですね。で今回はですね、太平洋艦隊、これの設計者である横須賀海軍工廠、これ新しく設計者として招き入れたいと思います。やっぱりね、空母強化運用していきたいと思いますので、このあたりは空母にボーナスがかかる内容を入れておきましょう。で大陸の方はですね、ほぼほぼ開放しているんですけども、一部だけですね、日本がまだ領有しているところがありますので、大陸の方に一部部隊を駐屯させておきたいと思います。アメリカとの関係も著しく改善しているという状況もありますので、ここはですね、アメリカから足りない鉄なんかは輸入をさせてもらいましょう。アメリカとの関係が本当にしっかり改善されるというのはね、むちゃくちゃ大きいですからね。ではまずしっかりと特に海軍力中心に強化を図っていきます。はい、続いてイギリスが海軍再軍備の制限を要望ということで、いわゆる第二次ロンドン海軍軍縮条約、これの発展系として新しく再軍備の制限を要望してきているということになっています。中身確認しましょう。まず受け入れる場合、空母の最大コスト9500、巡洋艦の最大コスト5300、あとは戦艦の最大コスト1万ということで、これだけ制限が加わるということですね。でこれ無視する場合、受け入れない場合は有効度がイギリス、フランス、イタリアとその他1、これアメリカの可能性ありますね。これらの国と有効度が下がるというのはちょっと厳しいかな。民主国家である以上、ここはあくまでも原則戦争反対、ただし必要な場合には武力を行使するという姿勢でいきたいので、これは海軍再軍備の制限条約調印しましょう。アメリカもそうですね。これで大型艦を新しく建造するというのは難しくなってくるのかなと思うので、今ある戦力をまずはしっかりと強化していくっていうね、そこを中心にやっていきましょう。なので改装するっていうイメージですかね。その他で言うと、あとは航空戦力の充実、これもねしっかり行っていきたいと思います。
海軍の方なんですけども、空母蒼龍が新しくロールアウトしてますので、この空母蒼龍を主力第一艦隊の方に組み入れています。主力第一艦隊の方でおさらいしておくと、山本五十六さんが艦隊の司令長官を務めていて、旗艦は長門ですね。この旗艦長門の位置づけは、この日本の海軍の総旗艦という位置づけになっています。ここに新しく蒼龍を組み入れたという形ですね。で、この第一艦隊の方にはもう一隻、まあ、軽空母扱いになりますかね、龍城が入っているという、空母二隻体制になっています。で、第一機動部隊ですが、ここは空母少しね数を増やしていたんですけども、さっきの戦いの中でいくつか使用不能な状態になってしまっています。今現役で、動く空母がですね、この一隻のみになってますね。空母赤城のみということで、少し空母戦力のね、再増強が必要かなという状況になってきています。ドックの方ですけども、今空母2隻作ってますね。瑞宝と蒼龍のタイプ、それぞれ1隻ずつ、建造に入っていて、1隻瑞宝タイプが38年10月今のところですね、予定としては、蒼龍タイプが40年2月に、完成を予定していますので、これを壊滅した第一機動部隊に組み入れましょう。第一機動部隊の中には、今までであれば赤城の他に加賀、さらに瑞鶴とかね、昇格とか入っていたんですけども、それらが撃沈されてしまったという状態ですね。なので海軍国家とはいえ、もう海軍国家と言えるほどの十分な戦力を持たないというのが今の日本の状態になってます。なのでここはなんとかね、しっかりと戦力の増強を整えていきたいと思います。イタリアが海軍軍縮条約から離脱。国家方針ですけども、昭和憲法、これが終わって安定度プラス 50% のボーナス、これ獲得しています。続いて、連合国入りを目指しましょう。古き同盟の改正ということで、イギリスと同盟を結んで、すなわち連合国に側に参加するという内容になっています。これ行っていきます。帝国関東州が中国共産党に対して宣戦布告。この帝国関東州というのは旧満州のことですね。これと、まあ、中国が事実上戦争状態に入ったということだと思います。まあ、ここどっち支援するかというのはまだ決めかねている状態ですが、連合国側に入ったらですね、その連合国側の視点に立ってですね、ちょっとどっちに味方するかというのは決めていきましょう。ただ今日本はね、旧満州、帝国関東州と隣接しているというのは頭に、ね、入れておく必要があるのかなと思います。ここですね。航空戦力の方なんですけども、今主力の艦上戦闘機は96式の艦船を生産のラインに乗せています。まあ、月に1機しか作れていないっていうね、まあ、これもどうなんだというのはあるんですけども、まあ、今工場が不足しているのでこれが限界ですね。今少しずつ生産をしておいて、空母に乗せておくという戦略です。で、艦隊の方も実は再編を行いまして、この第一機動部隊の方に空母を集約しました。まあ、具体的にはもともと空母赤城一隻しかいなかったこの第一機動部隊に、心臓空母になる空母一隻ですね、これを追加して、さらに龍城も追加して空母三隻体制にしています。で、逆にですね、第一主力艦隊の方から空母全部引き抜いたという状態になります。なので今事実上主力として使えるのはこの第一主力艦隊と第一機動部隊、この2個艦隊のみですね。他は巡洋戦艦とか従順とか一部配備されているものもありますけども、まあ遠洋に出て作戦行動ができるというようなレベルにはなっていないのかなと思います。生産のラインの、建設級の方ですけども、建設級の方は軍需工場、海軍の工場、
あとは民事控除と、まあ、ある程度バランスよく入れているんですけども、順番は全然バランスよくなくてですね、軍事控除を優先にしてあります。ただ、後々を考えて、インフラのね、工場も少し民事工場として建設の予定は立ててあります。はい。古き同盟への解雇ということで、日本が連合国へ、参加をね、画策するというイベント、これが発生しそうです。ちょっと見ていきたいと思います。その前にね、一つ、国家方針として、艦隊の再編と国家方針の採用を行っておきたいと思います。さあ、日本国が完全に連合国入り、これはマップを見て確認しておきましょうか。ミュンヘン協定ですね。こんな感じで連合国に入ってますね、日本が。このまあ赤色っぽいのが連合国ですね。まだこの時点ではアメリカは連合国には入っていないですが、イギリス、フランス、あとカナダ、これに我々日本がで連合国に入ったという状態になりました。空母竜城ですけども、これ、艦載機40機のものになっています。これ、双流タイプに改装しましょう。20機多く積めるようになるので、これ双流に今戦争がない、今のうちにね、150日間かけてでも、新しく生まれ変わらせたいと思います。これで、まあ、60機っていう数にはなりますけども、搭載できる空母3隻という体制に変わりますね。お、イギリス軍が、なんか着々と日本の近海に進出してきてますね。これも連合国に入ったことによる影響ですかね。まあ、嬉しいような、なんか微妙な気持ちではありますが、このあたりうろうろしてますね、イギリス軍が。イギリス軍もただこのアジアにまで、で、特に東アジアと呼ばれるこのエリアに、部隊を置いておく余裕あるのかな。あ、大連も日本なんだな。大連にも部隊駐屯させておきましょうか。研究の方はですね、まあ、5枠あるうちの3つを、海軍関係ですね、これに集約していて、残り2つが、工業系にしています。まあ、この方針をしばらく貫いてですね、海軍戦力、海軍の増強というのに中心を置いていきたいと思います。まあ、日本が、外敵に直接領土を、侵略されるリスクというのはほとんどない状態だと思いますので、まあ、どちらかというとね、こちらから相手を牽制する、そういう意味でも海軍の力というのを増強かけていきたいと思います。国家方針の方ですけども、冷戦、まあゼロ戦ですかね、これの開発を行っていきたいので、もうちょっと出遅れ感ありますけども、機動性重視を選択したと冷戦へと進んでいきたいと思います。空母瑞宝が完成して、第一機動部隊の方が空母4隻体制になります。今竜城が先ほどご説明した通り、40機搭載できるものから60機搭載できるモデルへとね、改修を行っていますので、これが改修終わればですね、60機搭載の空母、これが4隻体制になって、一度に240キロ航空機を展開できる、まあ立派なね、機動部隊、空母部隊というものに仕上がってくるかなというところまで進んできました。これに冷戦のね、ゼロ戦の開発も進んでいけば、まあ、さらに戦力自体が強化されるのかなという期待を持っています。このまま、まずは今進めているこの機動性重視のこの国家方針を完了させて、
その後冷戦へと進んでいきましょう。はい、機動性重視が完了しました。これによってですね、航空機の研究速度にボーナスがかかり、機動性、最高速度、攻撃力なんかにボーナスが入っていきます。さらにこの後は冷戦、これの開発へと進めていきましょう。では今回はね、連合国入りして、日本も海軍戦力の増強に励んでいるという状況になりますが、一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。